えー、このページは末木武博先生の「論理学概論」という本の196197ページです。えー、今手元にちょっと,ちょっとどんどんと音がしてるかもしれません。手元にあるんですけどもあの出版は確か東京大学,大学出版会でしたね。東京大学大学出版会の大元は あの大元というか、まあ、大元ですねあの、ケンブリッジ大学の出版局ですね、それのまあ写し絵のようなものを作った、それがあの東大出版会ですね、えー、っとそれで東京大学出版会、これがまあケンブリッジ大学出版局との相除形をなす出版。 出版東大出版局ですね東京大学出版会それでこれが1969年の初版なんですけどもあの、まあ、大学紛争が大変、まあ、東大安田行動事件の時に書かれた本ですでこれ以外に「記号論理学」という本があってあの大事にしていたんですけどもちょっと今どこに行ってるかわからないんですけども あの大事なのはこの不平率、インコンパティビリティです。P-9、これがあのシェファーのここ書いてますね。シェファーによって創設されたものであるが、実はこれがあの言語の,あの経緯膨大図の再の線なんですよね。でこれを大直と。 大きい直線の直小直というのが太い線です。でこれはあの、うん、と中央公論の,あの山田啓二先生は勘違いしておられますね。まあ、その辺がちょっといろいろなじこう学者間の人間関係みたいなものがあってですね。ただあのこれがもし言語の、 その経緯膨大図の再線だとしたらあの細い線が大直ですでそれが言語の本であればこういうと字線とかこういう本の端のこの直線ですねこれがこのストロークになっているそして1913年にシェファーがこのストローク関数に関する論文を発表する1年前に、えー、1912年対正年に 元年に、つまり明治45年ですねあの梅ン全集が発刊された発行されたでそれがあの1年間でもう大至急作られているんですそれでその時にもう直感的にはあのシェファーは分かってたと思いますでそこからあの長いことですね研究が進んで、まあ、ニコドの氷系とかロカシェビッチの氷系 ここはルカシェビッチって書いてますあのルカシェビッチで出るようですねあのこういう氷系が作られて2個度の氷系でこういう集合であの普通の記号で書き改めるとこうなるとだから演算子は1個でいいということがここから分かるんですねでそれからこれをさらに単純化してこの氷系ができているで変数が4個なんですよ 二コードの場合は変数が5個あるでしょう。pqrst とあるんですけどでこれをさらにまあ煮詰めてル、えー、カシェビッチは変数を4個にしたんですね。pqrs。であとはもうストローク記号だけでいい。でこれはそれでもこれはあのここからあの唯一の結合子と唯一の氷 とだけで演劇の体系を構成している。実はこれが言語なんです。言語はこうなっています。これ間違いありません。したがって、あのこれはもうワンワールドコーつまり、日本国高等とロシアの。高騰というか、ロシア,ロシアの当時のあの。王室ですね。で、その王室はまあ,あの革命によって倒されたんですけれども。 その後あの、ロシア神秘主義、ロシア象徴主義、ロシア宇宙主義というものが出てきて、まあ、現在の,あの宇宙開発の基礎を作ったんですよね、それ,からそ,れがそれはもうすでに申し上げました、それで、ここと、これと変数4個、例えば天地引用とかね、上下左右とか。あの、 言語の変数も基本4個なんですよ。基本は天地引用です。ただし、この t ストローク9は両方とも t である場合、そしてこの形ですね、えー、っとこの形、これがあの全部同一である場合、バートランド・ラッセルは t ストローク括弧、t ストローク t 括弧閉じという場合、これは t はそれ自身 を含むこれはまあ日本語訳でこの「含む」がですね内眼のみに取られるとまずいので「あの T」はそれ自身を含むただし「含む」もちょっと「含む」じゃなくて「含意する「T」はそれ自身を含意する内部で持ってるというわけではないんですよ。これはあの翻訳者が多分その論理に詳しい人ではなかったんでしょうね。 あるいはまあちょっと勘違いしてしまったでこれはあの t はそれ自身を包むと訳せばいいんです t はそれ自身を包むそれがあの訳としては誤解がなくて良いですねで1はそれ自身を包んでいるんですでこういうところからですねあの友永慎一郎博士の繰り込み理論とか湯川秀樹博士の 素領域理論とかそれから南部陽一郎博士の対称性の自発的な破綻の理論とかそれから野生方程式とかがですね実は出てくるんですおそらく出てきますで最初それであのこういう 風に形式化されるということはどういうことかというとコンピューターに乗るということなんです。で末家武宏先生の解釈ではあのこれはもう体系の単純化という点ではですね大きくしましょうかこれ以上単純なものはないしたがってそれは形態上では完全な統一性を実現していることになるこれがバイエンがあの天地にジョーリアルを知る。 と直感したことでありました。これ、あの30歳の時、お伊勢参りの帰りですね。お伊勢参りから帰った時に。行きではない。おそらく行きではないです。帰りです。帰ってから。あの天地に常理あるを悟ったというのが実はこれなんです。 で末木先生はただこれらの体系では氷の意味が明白でなく矛盾率によって体系を統一するという根本の理念が端的に表現されていないそこに難点があるここはですねあのやっぱり教育者という立場に身を置かれていた方の、うん、ある意味弱さなんですよねやっぱり自分の体系を構築するということからは一歩身を引いて おられたんですそれはもうあの教育者という立場に身を置いておられた方でした間近にあのお,お話しすると,とまあ普通の人の姿した天才でしたね高橋正弥先生と話がよくあったんですよで高橋先生は普通,普通の人ではない天才でした あのただ、末木先生とか湯川秀樹博士でないとですね対等に語り合えなかったんですよ。あの私には優しかったですどうしてかというと、まあ、私は随分若かったですからね若かったのと、まあ、無知だったのと、まあ、人畜無害じゃとお前は人畜無害だと言われていたのでか、まあ、可愛がられたんですね敵対しなかったんです。 それであのこの変数の中に、えー、と自然の対象1個ずつ入れると実はコンピューターでシミュレートできるはずなんです。でこれはどういうことかというとあの末木先生は,はあの論理哲学論考の研究ではもう世界一の人でした。したがって写像理論には非常に詳しくてですね あの写像理論のことピクチャーセオリーのことをそれで実在の論理的映像をこれで作れるはずだということを書いてほしかったんだけれどもそれはその研究の前後関係がありますのでねビトゲンシュタインの研究はこれより後だったのかもしれませんその後西田にも随分引かれたということはありました。 それはあの文藝春秋社から生涯最後の対策として全3巻で出版されてますねとんでもない学者でしたそれでこれとあの実在の論理を組み合わせると実はシミュレートできるんです 現実世界をでこれはあの以前にも,も申し上げましたがデビッド・アッテンボローのような人がやっているファーストライフみたいに例えば30億年前のあの現実世界それから例えば10億年後の現実世界とかをシミュレートはできますそういう可能性を持っているんですここはもう理性の限界ですのでね答えは出ません。 でバートランド・ラッセルはあ,のあ,と失礼あれですね、まあ、ここ元のページに戻ったんですけど T ストロークかっこ、T ストローク、T トじつまり一足一一のことなんですけどその意味について考察せよと当時の,その講演の対象であった多分学生とかその大学の先生方に対して考察せよと言っているんです。 で考察せよと言われてもですよラッセル自身が分かってないのに誰も分かるはずがないんです。無理なんですあのその答えは実はあのバイエンにあるしバイエンの,あの思想の原点はあの天台密教にあるってそこの天台密教の中心中の中心は同入りにあるんです。 あの恐るべき苦行をですね胴入りにある胴入りでその胴の中で不動と大あじャりになられるお坊さんがもう一つになるんですただ一つになってもしもう不動産の中に溶け込んでしまってお堂を開けたら誰もいない。 それでで困るんですよ。き不動になって俗世に帰ってきていただいてそしてそこでその語っていただかないといけないんですそれはき不動になってあのお堂から俗世に戻ってきていただくためにはどうしてもこのストロークがいるわけです。 このストロークは紙一枚、まあ、あの落合寛治先生は一時、両面の理と言ってました。それはあの真似思想にありますよというふうに言われていました。これが密教という形で日本に入ってきている、それが700年代で、えー、比叡山延暦寺、それから金剛武寺、それから双子山という形であの日本に入ってきたんです。そして 延暦寺ではちょっと金剛墓地のことはよく存じ上げないんですけども延暦寺ではあの京都御所に向かってずっとお祈りをしているでおそらくは伝教大使が植えられたであろうその杉ですねもう1,200年経っている杉がそばあのおそばにあって。 でそこにだけ座ることができるというよりそこから京都御所に向かってお祈りしなさいということですねそれが一つの,あの、まあ、目的じゃないんだけどもそれまでの行というのはそ,のそこからお祈りするための,あの行だと私は思いますあのそうしてえー、双子さんですね双子さんでは任問が あの神仏集合の地を作った。それでこの双子さんはもう役割をあの終えていましてえ残ってるのはこの言語だけです。だけというと悪いですね誤解を招きますけど双子さんのお寺の配置を調べようとしたんですけどもそうしたら随分邪魔が入ってですね あのずっと追跡されていてもうやめてしまったんですよねただ今はもうグーグルアースで分かりますからね二子さんのお寺の六郷万山のお寺の配置とかの道路っていうのはものすごく大事なんですよそれで三浦梅園が生まれたのが官、まあえー、能の辺りそして、まあ、一足一一で官能直感、官能覚醒してしたんですよねそして、まああの 左右の脳の認識を直感的につないじゃったんですでこれが現在では東洋文明と西洋文明の集合ということに,ことになっていますしたがって日本の国生の神話日本の八百よろずの神と,と一神教唯一神教のすり合わせになっていてこれがもうほぼこのすり合わせがあの基本的にはもうできているあとは技術的にあの 地球生命権時代それからこの地球生命権がもうあの太陽系文明太陽系文明って言っても地球から見てみた場合ですよ太陽系惑星文明がもうすぐ来るこれはもう技術的にはあのもうおそらくできているこれはあの,あのイーロン・マスクのえっと テスラのスペース X ですかね、河川移住計画、これ20年ぐらい前に発表されて、あの現在進行形で、まあ、途中でちょっと実験的に月に行くわけですよね。で、その経済、その他全部一気に変わります。それで、この一つも、ものすごい謎なんですけども、あのこの一本の棒だけを、 あのシェファーが持っていって論文を書いたんですよ。でそこからあのそこからこの氷の単純化というのがあの長い年月をかけて考えられてここにまでたどり着いたとこれ以上単純化することはできない。 そしてその間にですね、自然科学が非常に発達してあの GPS 衛星なども飛ばされ人間がその生活圏を宇宙にまで拡張し始めた次のワンワールド国体の,あの活動領域はあの地上を離れてあの地中水中空中宇宙空中というのは超高層ビルです地中、水中、空中、水空宇宙に。 拡張していきますこれはもう兆しがもう見えてますし技術的なことはねあのほぼもうできているんですよ。それはあのもうそういう時代が来ていますのでぜひともこの記号論理学ですね鈴木武弘先生の「論理学概論」 東京大学出版会、もしくは記号論理学、同じく東京大学出版会でこのあの、このページについて考察してください。言語については私にお尋ねください。答えられる範囲のことはすべてお答えいたします。あのまあ、このページだけでいいんですよ。このページだけじっくりお考えください。 ではこれで終わります。